スターミュージックサンデー、スターミュージックサンデー、スターミュージックサンデー、星星星星星昼でも歌わないと、昼でも歌わないと、さあ昼でも歌わないとのコーナーでございますね。じゃあね、やっぱ改めて聞くといい曲でございますね。中島美春さんでしたかね。歯科技工士になるということで辞められて、今どうされてるんでしょうかね。ちゃんとならはったんでしょうかね、さあここからは昼でも歌わないとでございます。このコーナーでは毎週私下口スター正光が歌わせていただこう。すいません、ちょっとだけお時間拝借いただきまして、拙いギターで歌わせていただきます。そういうコーナーでございます。なんかね、意外でしょ、このコーナー、まあ、ずーっとやってるんですけれども、初めてぐらいちゃいますか、こうやってリクエスト、まあ何回かは来たんですが、このコーナーに下口さんの声で歌ってほしいというリクエストをね、先週いただきました。この方、ハゲ散らかしピッカリ君でございますね。だいぶ散らかしてはるようでございますけど、いつも楽しく聴かせてもらってますと、リクエスト曲アリス、遠くで汽笛を聞きながらお願いいたします。できればこの歌を下口様の歌声で、案外合うと思うんですがね、というふうにリクエストをいただきました、そういうふうに送っていただいてね、歌わないわけはないということでございます。今日はリクエスト、ハゲ散らかしピッカリ君からのリクエストでございますね。アリス、遠くで汽笛を聞きながら。それでは参りましょう。
夜の夢と泣いて泣き明かして、自分の言葉に嘘はつくまい、人を裏切るまい、3月8日やけど、サンキュー。